どうも、旅人札幌市こと下木真です。修行もそうですね、日曜日の36日目では終わりだと思います。金曜日の日にあるグループの一人の4年来てるつやついたお母さんみたいな人にアドバイスされ、その格好でいると人も寄らないし、人も寄らないしやめた方がいいという、人混みも寄らないし、見た目なんか良くないらしいですね。とりあえずその格好があんまり良くないらしいです。でも俺にとってはその格好で参加するのに意義があったんで、意味があったんで、それは譲れないものがあり、もう一人のお母さんのことを思い、私は毎日チェックされるのが嫌でもあるし、そのお母さんにも悪いんで、もう多分行かないと思います。良きアドバイスください。今までありがとうございました。ね、こんな俺でも、まあ、受け入れてくれて、こんな俺っちゅうかこんな格好でも受け入れてくれたことに、まあみんな感謝します。でも いろんな人の意見は、別に俺は俺なんで自分は自分ですって言われてんで、それでいいんですけども、でもやっぱり一人でもその格好が好ましくない人がいるのであれば、俺は行きづらいし、あまり行きたくないっていう気持ちですね。ということで、ありがとうございました。じゃあ瞬間移動。